今回発表したのはですね、アンナカキグナという新しい属ですね、種の1個上の、分類単位ですけども、その新しいアンナカキグナという属の、アンナカキグナハジメイという種類とアンナカキグナヨシイエンシスという2種類が今回新種として報告されました。そうですね、今回のものはですね、ハチクチョウの仲間だということは、まあ、これまでの先行研究で分かってたんですけども、今回は詳細に、京都大学の松岡さんと当館の長谷川名誉館長が研究を行った結果ですね、飛ぶことをやめた飛ばない白鳥の仲間であることが確実になりました。はい。でしかもそういうと白鳥というのはあまりいないものですから、今生きているものも化石も含めてですけれども、それなので、まあ、新種でしかもその一つ上の新しい属というところまで新しいものとして今回報告をしています。特徴はですね、まずはその今までこの標本のことはアンナカコバネ白鳥というふうに言われたんですけれども、まあ、コバネというのは要は羽が短いですね、まあ、要は飛ばなくなった先ほど言いましたけれども、羽の肘から先が非常に短くなっているということが分かっていました。でそれを今回ちゃんと詳細に研究してはやはりそれの特徴が如実、よく分かりました。であとですね、上腕骨、これ二の腕の骨なんかもですね、飛ぶタイプの白鳥に比べるとねじれが少ないとか、そういったことが分かっています。あとこの骨を見てみますとですね、顎の骨が湾曲していてですね、他の白鳥というのは水草とか食べるので結構まっすぐ顎がまっすぐ伸びてるんですけれども、その湾曲していて、おそらくその水の中からそのいろいろな食べるものをこし取って食べるようなタイプだっただろうというふうに考えられました。はい。これは研究の松岡さんが書いたものですけれども、まあ、こんな感じで、まあ、白鳥だらけの首長いんですけれども、まあ、そこで、翼を折りたたんでですね、でその上にですね、ここに今ちょっと黒っぽいものがあるのが分かると思うんですけれども、これが雛なんですね。はい。今の白鳥の仲間の中でこうやって雛をですね、こうやって背中に乗せておんぶして育てるっていう仲間がいるんですけれども、まあ、それと同じように、このアンナカキグナもですね、この子供、ヒナをですね、おんぶして育てていたんじゃないかと考えられます。5月の10日から始まりまして、6月の12日まで、はい、展示をしています。まあ、白鳥の仲間がですね、1150万年ぐらい前のこの海だった頃の群馬にですね、もう2種類もいたっていうのが、非常にやっぱり、今の海なし県からすると、ね、考えられないことだと思うんですけども、こういうのが、たくさんいて、まあ、そういうのが いられるような豊かな海だったっていうのを想像してもらえればいいかなと思います。